皆さんこんにちは、小春の近藤でございます。今日はですね、新聞の記事をご紹介したいと思います。日経の6月7日の夕刊トップです。収入証紙廃止検討が4割っていう、で今後はキャッシュレス決済とかに移行していくってことをね、検討してるっていう話です。でね、収入証紙ってそもそも皆さんご存知ですか？収入印紙ってね、聞いたことあると思います。で、収入印紙ももう廃止しようっていうのをね、河野大臣がおっしゃったので、ちょっと前に話題になりましたけど、収入印紙っていうのはその国に納めるね、手数料とかをこう切手みたいなおやつを買って、それを貼って納めるっていう、切手みたいなね、その紙のことです。で、それは一番典型的なのは、こう領収書とかにね、飲食店の領収書とかでこう200円買ったりとか、なんか売買契約とかね、不動産の売買契約とかに貼ったりとかっていうので、よくご覧になられると思うんですけど、僕らってね、収入印紙めちゃくちゃ使うんですよ。あれ、国にね、納める手数料だから、僕らが使うのは登記の時の手数料、登録免許税っていうので貼るんですけど、それは結構ね、いっぱい貼るんです。何万円とか何十万円とか、毎日貼ります。ですからね、年間でね、全部カウントすると、収入印紙ね、何億円も買うんですよ、僕ら。何億円ですよ。それもちろんね、お客様から、最終的にはね、生産してもらえるお金なので、通過していくだけのものなんですけど、多分収入印紙をね、こんな何億も買ってる人たちっていうのは、日本で塩女子だけなんじゃないかなっていうのを思いますね、収入印紙で。それが国に納めるものでね、この収入証紙っていうのは東京都とか、それに地方自治体に納める手数料のこと、収入証紙って言うんです。だから、いろんな、県に対してね、こういろんな許認可を求める時だったりとか、証明書を取ったりする時だったりとか、あとパスポートなんかは収入印紙とその県のね、都道府県の証紙とかを確かに両方貼るんじゃなかったかと思いますけれども、そういう時に、ね、使うものなんです。でね、収入証紙ってもう何ですか、こう古臭くないですか、その存在自体が。名前もそうだけど、なんかね、貼るとか、そのね、もうちょっと今の時代にもう全く合わないですね。昭和の香りがプンプンするっていうか、それをね、廃止するっていうのは、当然ね、このコロナ禍で検討されるべきことだし、もうね、その印紙類、収入印紙も当然証紙もね、もうとにかくもうコロナのこのチャンスでね、もうね、とにかくもう全部廃止してもらいたいです。で、振り込みとか、ね、そのね、キャッシュレスの QR コードの決済とか、そういうものにね、ここで一気に移行してほしいですよ。もうやっぱりこんだけのタイミングで、それがもし日本っていう国がね、それができないんだったら、もうね、23世紀になっても収入印紙貼ってればいいですよ。もうそういう感じがする。もうとにかく廃止をしてもらいたいなって思います。でね、ちょっと思い出すのは、登記印紙ってご存知ですか？登記印紙はね、ちょっと司法書士さんでも、若い方とかもしかするともうご存知ないかもしれないんですけど、登記簿謄本とか構図とか、ああいうの取るときっていうのは、今収入印紙貼るんですけど、登記印紙っていう別の印紙があったんですよ。でね、司法書士さんはもうカバンにね、必ずこうこういうビニールのケースを入れて、そこに登記印紙をいっぱい入れて持ち歩いてたんですね。で、登記印紙って 何が違う、同じで国に納めるものなんですけども、登記システムをこうオンラインコンピューターに全部移行したじゃないですか。今パソコンで作られたようなね、データでできますよね。昔はこう手書きで書かれたりとか、和文タイプみたいなもので打たれたものをコピーして謄本で出てきたんですけど、それを全部移し替えた。でね、日本全国には不動産で3億個あるんですよ、土地建物。でそれを全部こう移し替えてる作業をね、ものすごい時間かけてやったんですよ。で、費用もかかりますでしょ。でその費用を捻出するために、その謄本とかを、登記印紙っていうのを別のものを買って、普段ね、登記のね、制度を利用してる人からこうそういう費用を集めて、特別会計でやったっていうのがね、あったんです。登記印紙もうこれはね、なくなりました、コンピューター化が終わったので。で今ね、登記印紙っていうのはもう使ってないですけども、収入印紙に一本化されましたけども、まだね、収入印紙をいっぱい使ってます。で、収入証紙は廃止の方向と。で、東京都はもうね、ちょっと前に収入証紙って、廃止されてるんですよ。で、現金で手数料とか払えるようになってる。まあね、ちょっとね、でね、ちょっともう一つ今思い出しましたけれども、その収入印紙とか収入証紙とかをね、こう窓口で買うじゃないですか。でね、その売ってる窓口のところにね、収入印紙売りさばき状とか、売りさばき人とか書いてあるんです。売りさばきって、正式な言葉なんでしょうけど、なんかね、ちょっと笑っちゃいますよね。
そういうなんかね、ほんとね、昭和の香りがもうプンプンするようなものが、まあ、この令和の時代にもやっぱりね、こうあのゾンビのように生き残ってるっていう感じですね。まあ、そういうのを一個一個潰して、まあ、デジタル社会、あの便利なね社会になっていくんだと思います。で、都道府県の許認可でいうと、あのいろいろその行政書士さんとかがね、いろんなその県の認可を出すときに、まあ、地方の自分が住んでるところとは違うところに行くじゃないですか。でね、収入証紙ってなんかね、郵送で買ったりとかできないらしいんですよ。だからね、もうそこに行かざるを得ない。郵送でできるのに収入証紙を買わなきゃいけないから、出張でそこに行かざるを得ないっていうようなね、こともね、あるって昔ね聞いたことがあります。まあいかにもね、古めかしい話なので、まあ、その辺はね、もうコロナのチャンスで全部やめてもらいたいなと思います。ちょっと今日長くなっちゃいました、ごめんなさい。ね、収入証紙、都金紙の話をさせていただきました。この動画が気に入ったかって方はぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。